うるさいな。お前だって高校生になっても子供っぽいままじゃんか。ほう、お兄ちゃんは子供っぽい感じの子が好きなんじゃないの？おたんこなす。べーっと。おたんこ。ならこの僕に紹介した。お前らな。あいつ子供っぽいけどいいのか？むしろ望むところです。ごめんね、はしばくん。かしゆい。なんでモテないんだろうな、俺たち。俺も彼女作って触れ合いて。ああ、そうだ。もうちょい人の目ってやつをはばかれよな。そんなんだからモテねえんじゃねえの。お前も我らの一員なら読めよ。あのさ、こういうのはさ、家で一人の時に読めば。マジきねえし。すみません。マジか。そんなにも10代の性は乱れているのか。最高ですね。よし、名誉ある突撃に決定したのは純一だな。俺が行きたかったなのか。お前だって卒業したいだろ、童貞。それは。よし、ミドル、純一を捕まえろ。うん。おい。あ、ちょっと待って。なんてこと。ちょ、いや。いいよいいよ、おつ。あいつら本当にやりやがった。お前ならいける。お願いです、どうか俺とやってくだ。あの読んでたやつだよね。こういうのマジうざいんですけど。嫌いな。わかった、童貞捨てさせてください的なあれでしょう。だからそんなに必死なわけ。いや、こいつエスパーか。いい、俺がうざいからさっさとやめてくんない？向こうでちゃんと座って話そうよ。チャンス。適当に言い訳して逃げ。ねえ、今しゃがんでるからさっきより見やすいよ。はあ、何言ってんだよ。今見た？見たよね、絶対。スケベすぎだしウケるんですけど。好きだよ、あんたのこと。あ？いいよ、付き合おっか、うちら。